まあそういうことなんで始まっちゃった。このような素敵なライブハウスにお招きいただきましてありがとうございます。ね、2ステージずつということなので、まず1ステージ目の1曲目は、君の瞳に恋してるでした。2曲目3曲目もうこれは曲名言わなくてもいいかなと思いますので言っちゃいます。
井戸ヶ谷から急行に乗って、上大岡で乗り換えて特急というものに乗ったんですが、あの電車、面白い電車がなんか走ってるんですね。あの京急は2人ずつの普通の席じゃない快速特急、なんかそういう電車があって、あの初めて乗ってこの電車で乗っていいんだかどうだかというちょっと迷ってしまったんですが、その電車に乗りながら、あ、今日こんな曲やるんだなと、なんとなく勝手に雰囲気を感じながら、旅を満喫というかちょっと哀愁漂いながら乗ってみました。横須賀まで、今切符も買わずパスモで乗ってきましたが、切符を買ったらきっと私はこんな気持ちになったんだろう。恋の片道切符、そしてマナキラキューピッド行きたいと思います。
次なんですが、ベイビーつながりで歌ってみたいと思います。 Be My Baby と可愛いベイビー、Be My Baby は先ほどなんかひろこさん、めいこさんが日本語でカバーしたというのを私初めて実は知ったんですが、マスターからね、さっきひろためいこさんがカバーしてヒットしたってことを聞いて、ぜひここで日本語で歌ってみたいなと思って日本語を頑張ってきました。 Be My Baby、 そして可愛いベイビー、2曲いきたいと思います。Oh,
ない若い子の日を二人で過ごしましょう。いついつまでも今すぐ会ってそしていって忘れられるあの言葉を見てみて私のベイビー。残り数曲になりましたが、いきたいと思います、涙のバースデーパーティー、そしてね今日みたいな日にぴったりな歌じゃないかなと思いますが、大丈夫かな、ね、涙の太陽2曲連続でいきたいと思いますが、ね、ライブはねトラブルがあって、それでこそライブですからね。なんかマイクもへこたれちゃったかな大丈夫、じゃあ気合を入れて、はい、じゃあ気合が入ったようなので行きましょう。まずは涙のバースデーパーティーから。
となります、結構時間経つの早い ね、あっという間にワンステージ目最後の曲となります。いきましょう、ヴィーナス。最後ね、わざとあのやったわけじゃないんですが、ね、なかなか良かったですね。はい、ジャベギニーズ1ステージ目終わりました。また2ステージ目で